立花は日本海軍の駆逐艦。仮称5511号艦、立花型駆逐艦の一番艦として横須賀海軍工廠で建造された。艦名は植物の立花による。食用柑橘類の総称でもある。艦名としては桜型駆逐艦2番艦、立花に続いて2代目。春光寺の立花の艦型図。 矢印部分は松型駆逐艦との相違点。立花鎮魂の非収益後、訓練部隊の第11水雷戦隊に編入。瀬戸内海に開港され、1945年3月15日付で、椿、桜、奈良、欅ヤ柳と共に第53駆逐艦隊を編成する。第53駆逐艦隊は、戦艦、山虎の艦隊と広島。 呉から沖縄に出動する予定だった。ところが、航続距離が短いことなどから、大和隊から急遽外された。4月7日以降は、第31戦隊の指揮下に入り、回転目標館として、大津島方面で行動した。5月7日、柳と共に、大港警備部隊に編入され、5月13日に、呉を出港して、大港へ開港された。 関門海峡の総会を待って、日本海に移動し、5月21日に、大港に到着した。津軽海峡で、対戦警戒に従事する傍ら、6月11日に、柳と共に、大港を出港して、5月11日に、占い森島で爆撃を受け損傷した、解剖艦、八条の護衛を兼ねて、舞鶴に向かう。その後も津軽海峡の警戒に従事し、 函館湾を根拠とした。7月14日、折から日本本土への最終攻撃作戦を行っていた第38任務部隊は、朝から関西機を飛ばして北海道を及び東北地方の市街や港湾施設、飛行場、艦船を片っ端から攻撃していった。立花のいた函館も例外ではなく、早朝にグラマンの大変隊が来襲した。 グラマンは午前5時頃から、市街地区及び就航中の連絡船に対して、猛烈な重爆撃を開始した。立花は5時40分に、対空戦闘を開始、函館上空に乱舞中の敵機に対して、手砲の発射を開始した。それまで、ここに駆逐艦がいることを知らなかったのか、この砲撃を見るや、約80機のグラマンが立花に突っ込んできた。 怒りはチェーンを切断して緊急出航戦闘ラッパを遠くまで響かせ、軍艦機をスルスルと上げた。立花は重火事取りかじの連続で右に左に進路を変えた。爆発予防のため、立花の水雷と爆雷が投棄された。河海岸方面から2機変態の敵艦載機数変態が函館市街の上で一度急上昇し、 ダイビングしながら一本棒になって襲いかかった。一瞬、仕掛け花火の火の子のような火花が立花を取り巻いた。これは次々と襲いかかるグラマン戦闘機から発射された数十丁の機関銃の栄光弾が立花に当たって跳ね返る火花と立花から打ち上げられた三門の12.7センチ広角砲の 瞬発進化による砲弾の炸裂と二十数丁の機関銃の栄光弾が織り成した死闘の大一幕の壮絶な光景であった。火花を散らしながら、立花は防波堤を中心に郊外と郊内を全速力で八の字を描き、あるいは楕円型を描いて全速航行しながら敵機を迎え撃ちあるいは敵機を追尾し、撃ちまくり封鎮。二波三波四波と無数の敵は、 右から、左から、次々と息づく間も与えず波状攻撃を与えてくる。敵機に我が打ち上げる。機銃弾は確かに命中しているはずだが、敵機の打ち出す河川と重なって識別できない。そのうち一機が白煙を吐きながら反転して、死骸を横切り、方向へ逃げ去った。猛烈な波状攻撃の爆撃に、立花の前後左右に時々環境に達するような、水柱が3度。 4度と湧き上がる、火花を散らしながら、立花はその水中を突き破り突進して危機に、機銃、降格砲を撃ち続ける。なぜ立花が行動の自由にできる湾外から海峡に出て戦わないのか、それは湾内の船舶や湾外の2隻の連絡船を護衛するためであった。6時40分ついに右舷に、資金弾を受け、機関室に損傷、航行不能となる。 動けなくなってからは、まさに敵の良い標的である。銃撃を受けて、長官班の機銃関係員がバタバタ倒れる。修羅場というのはこういう情景を言うに違いない。機関が停止してから10分後の午前6時50分、4000ぐらいの高度から一列になり、次々に急降下してくる、関西機からの爆弾が2、3発艦の後部に命中、艦は瞬時にして、 右に大傾者、生存者全員、会場に放り出されることになってしまう。この時、両館、柳は、我号沈す。6.53と、立花からの伝聞を受けている。立花は、カットサキ灯台の南東約3海里の地点で、右に倒れて沈没していった。生存者は、約2時間漂流の後、漁船に救助された。 全員海水と重油にまみれ見分けがつかない。着岸したところは、西海岸にある、シゲルヘンチ付近。生存者のうち27名は、臨時列車を海岸付近に停車してもらい、函館病院へ搬送し、その他の負傷者47名は、シゲルヘンチの病院で応急手当てを受け、元気な生存者と共に、地元の学校、民家に分宿した。 乗員のうち156名が戦死した。8月10日除籍。函館五国神社境内に慰霊碑がある。背面には昭和20年7月14日午前5時、米海軍機動部隊より約100機の敵艦載機が函館港停泊中の聖艦連絡船及び船舶を目標に来襲した。これら船舶の護衛任務にあった駆逐艦。 立花1260トンは、単幹よく、敵艦載機の襲撃を一手に引き受け、湾内湾外に優先奮闘し、在白船舶の損害を、最小限に食い止めその任務を遂行した。敵機6機撃墜、1機撃破して午前6時53分、カット市東大の90度2部3000メートルに沈んだ。乗組員280名中、戦死者140名。 戦勝者31名と掘られている。艦長たちの軍艦誌369ページによる。林都市少佐昇九1944年12月10日。林都市少佐昇九1945年1月20日。ありがとうございます。